開いたトランプは、イギリスの小説家、アガサ・クリスティが1936年に発表した長編推理小説である。エルキュール・ポアロに加え、バトル・ケイシ、アリアド・ニ・オリバ夫人及び、レース・大佐など、クリスティ作品の登場人物が多数共演する内容となっている。欧米での評価に比べ、日本においては、ブリッジの基本ルールが一般的に知られていないため、 作品の評価が分かれている。ポアロは、摘発されていない、殺人犯を招いて、パーティーを行うというシャイタナ氏の正体に興味を、覚える。食事が済みブリッジが一段落した頃、客まで視察されたシャイタナ氏が発見された。ポアロは、人の出入りがない家屋に、警察官、名探偵が同席する中で行われた大胆な、犯行の糸口を、ブリッジの点数表に見出す。 本作品は、早川書房の日本語翻訳権独占作品である。同タイトル、同役者で、早川ミステリ文庫版とクリスティ文庫版の2種が存在する。舞台作品ラジオドラマ TV 作品米英では、一般的なゲームであり、単に、ブリッジといった場合は、コントラクトブリッジのことを指す。早川ミステリ文庫版末、ブリッジについて、高木明、バトルは、 本作以降、ノンシリーズの、殺人は酔いだ、ゼロ時間へにも登場する。オリバ夫人は、本作以降、ポアロシリーズの、マギンティプ人は死んだ、死者の過ち、第三の女、ハロウィンパーティー、ゾウは忘れないと、ノンシリーズの、青ざめた馬にも登場する。レース大佐は、本作以降、ポアロシリーズの、ナイルニシスと、ノンシリーズの、忘れられの詩にも登場する。 ロバーツ医師は本作以降ノンシリーズの青ざめた馬にも登場する。ローダドーズは本作以降ノンシリーズの青ざめた馬にも登場する。ありがとうございます。